にちは、じゅんです。そして今日、マイケルさんコラボでございます。マイケル長谷川でございます。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。まあ、ちょっとね、私最近パタ、手が止まっちゃう時、あるんですよ。対決ものが多い。対決ものとか、もう多いと、もうこれ入れないとみたいな、そう、あのね、本当にね、100キロ前に無邪気にやってくる時って脳がなんか、ゴルファーとしてなんかこう、ハッピーなんじゃないかって思う時あるじゃないですか。あります。やっぱスコアが良くなればなるほど、このパターンの重みっていうのはすごい出てくるんで、出てきます ねやっぱそれあるんですよ。もう入んないんですもん。入んない。ショートパッド、ショートパッド、もう、なるほどね、入れないとみたいになっちゃって、なっていく。そう、もう OK でいいやと思ったら打てるんですけど、入れようと思ったら止まります、そう、30センチも怖いでしょ。怖いです。そう、予備軍です。いやー予備軍ですね。予備軍です。これね、でもね、やっぱこれやっぱ起きる。起きる。うん、で、昔ほら、今シニアツアーっていうのは結構ね、流行ってる。はい。結構いい選手だね、シニアツアー行ってるんだけど、はい、シニアツアー見に行ったことないでしょ。あ、一回、撮影で行きました。行った。はい。あ、で、はい、普通のパター使ってる人が少ない。あ、そこまでちゃんと見なかったかもしれない。だいたい中弱とか長弱を使ってってるね、でそのぐらい長くゴルフやってくると、やっぱりパターってそういうの来ちゃう。横田プロもこんな長いの使ってました。長いでしょ。だから長尺になってくるんじゃない、だからやっぱりだんだんこの手先って脳と直結する部分なんで、はい、やっぱりこう自分の中で外したらどうしようとか、なんかそういうのがあるともうもろに出ちゃう、ところなんだよね。じゃあこれね、どうすればいいのかっていうのを、まあちょっと今日やっていきたいな。はい、まだね、パターエプスじゃないんですけど、でもピリピリ来てるっていうのは、ちょっとね、やっぱ少しよりもう、なんかちょっと止まりますもんね、こうやって、ここから、毎回結構止まってるかもしれないですよね。ですよね。止まってる時間長くなる、それがだんだん長くなってくる。嫌だもん、あの時間ね。そう、だからこれ見てる方もね、結構パターラウンドがね、動画見てらっしゃる方、結構ラウンドされてる方も結構多いと思う、ね、見てる方に参考になればいいなと思うんですけど、まあ、そうなった時にもう一生懸命やんないでください。もうそしたらもうグリップごとに変えちゃう。おー、もういわゆるクローグリップに変える。クローグリップ、クローグリップ、ね、あのかの有名なもう名選手ですね、片山慎吾選手はもうほぼ毎日違う、ちょっとでもピリッといったら変えちゃう。だって、その大きく変わらないですよ。例えば指をちょっと外すとかなんですけど、もう毎回、そう、毎日ちょっとでもピリッといったら変えるということを言って、迎え切ることが、すごい。そう、それをずっとピリピリしてる状態でやってると、やっぱりそのパターンでそういう病気にかかっちゃう。だから、そうなんです。だから、今のうちから練習しておくといいと思う。はい、なるほど。それから、あのパターちょっと入らないなっていう方は、一回ね、あんまりそういうメンタルブロック外してやっていただけると、あ、意外といいかも、と思うんですよ。僕はそうなんですよ。別にパターは全然問題ないんですけど、最近ほら、マヤシニアツアーのイメージがあったんですけど、はい、アメリカの PGA ツアーのメジャーだったり、LPGA ツアーを見ると、結構多いんですよ。まあ、どうでしょうかね、クローグリップ。クローグリップっていろいろな握り方あるんですよ。はい、握り方あるんですよ。基本的にパターンがうまくいかなくなってくると、これが手がここですよ。こうね。そう、だからショートパッドでこういう感じになって、ヘッドが前に出てこなくなるので、パンチが入ったり、要はこの1メートルとか2メートルぐらいから倍の距離いっちゃったりして、そうすると次からなんかもううまく打てなかったりするじゃないですか。だからそういうのもやっぱり、例えばこういう、こう、まあ、そっちは普通に、まあ、クローグリップ行く前にまずはこのクロスハンド試してもいいかもしれないです。あ、逆、クロスハンド逆、まあ、これはまあよくあるじゃないですか。これ今までもね、あるんです。はい、あるんです。はい、でクローグリップってでもクロスハンドにしてもやっぱりこういう動きってやっぱ入っちゃうんですよね。うん、入っちゃう、で僕の場合は結構左手を普通に持って、後ろから、そうそうそう、こんな感じでもよく構える。結構ここ一体化します。一体化します。そう。で、この状態で、そうそうそう。そうすると、素直にクラブヘッドがポンとまっすぐ。うん。そう。フェースが開いたり閉じたりしない。ああ。そう。だからここをこうなんかこう手でさ、こうつけて。あ、ここにつけてそう。で、より、ああ。こう一体化する。はいはいはい。そうそう。ここをここくっつけて。そう。拡大しようかな。うん。
こうして、うん、ここをこことここをくっつけるって僕のおすすめね。こう、そう、そうするとこれも一体感出るんで。なるほどね、そうそうそう、やってみよう。そう、特にちょっとショートパットとかで、うん、あ、なんか今日うまく打ててないなって時はこれ距離感出ないと思うんですよね、うん、なので、ちっちゃい動きも楽かも。そう、ちっちゃい動き、そう、そう、そうなんですよ。ちっちゃい動きがこう安定してくる、うん、そう、このね、うん、これぐらいを、これだともう特に速いグリーンとか下りとかになるとなんかこう、なんかこう手でなんか入るじゃないですか、はい、それが、これがないわけですよ、うん、だからここの体の体幹でこうちょっと打てるような形になる、うん、これ手先で、そうそうそうですね、うん、これは簡単なんです、うん、で、はい、あと女子プロの人とかはこういう人もですね、まあ、こうね、こうやって、うん、こう添えるだけで、ここで打つのが右手で、あの基本的に左手をしっかり持って、そうそうそう、こういう状態で、そう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 、うん、これはね、あの合うやり方でいいと思います。なるほど。うん。こうやって。どうですか、自分では。いや、なんか、うん、いまいち今のところは分からない感じではあります。分かんない。コースで。そう、コースでやると全然違う。だ、練習は誰でも出るじゃないですか。うん、結構、うん。パターマットだと、これよく自宅にあるパターマットを2メーター、3メーターにすると10球って言ったら10球入るみたいな。うん、なるけど、コースで言うとそれってうまくいかないですね。そう、なんか今のグリップもなんかいつも違和感ある感じでパターしてますからね、うん、ああそうなんですか、はい、じゃあ変えたらいいかもしれないですね。なんか、うん、やばいな、なんか、うんうん、ずっともうこうやってきますか、うん、頭とか。そう、パターってね、ここの問題が出始めるともうこれね、結論出ないね。やっぱりフラットレフトリストって言って、これショットもそうなんだけど、うん、ショットってインパクションこうじゃなくて、こうやって作っちゃいけないような基本形であるんですか、うんうん、でパターンも一緒で、今はまあだから今日ここがあんまりこう動くのって良くないんです、うん、だから最近で言うとブライソン・デシャンポン、はい、もう中軸でここにくっつけて、もうこれもこれもこういうふうにして、これをこっち側に押し付ける感じにして、押し付ける感じにして、ここは持つ、あ、そう、こうね、もうめちゃめちゃ一体感あるんです。すごい一体感、これはアンレードですね。だからすごいよ、そう、一体感なんですね。一体感もすごいじゃないですか。これはね、またツッコミにくいの持ってきたんですよ。なんか、ポール？あ、そういうことか。飲みの、ね、飲みのね、飲みの、うん、すごいよ、すごいよ、すごいよ、まさかの、膨らましてきた。ポールね、ポールね、そう、だから、こうやって、結構こういうのね、練習でね、このブライソン・デシャンポー体験、はい、めちゃくちゃ一体感、一体感、そう、だからこれはブライソン・デシャンボーはこれは注射パターじゃないとかなりちっちゃく構えないといけないんで、うんうん、ちょっとこれは専用のパター、注射パターが必要なんですけど、感覚は分かるじゃないですか。もうこれでもいいぐらい、そう、そう、つけたい、そうそう、あ、そう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 、あ、そうそうそう、そうするといい、いいじゃないですか。だからこういうのも入んないから、要は、ね、距離感が合わないから、うん、パンチが入っちゃったりして、やっぱりこうふわって緩めちゃったり強く入ったりするのが良くないんで、そういう距離感が合わない方は割とね、ちょっとここを一度固めてこういうふうに動くって練習してもいいかもしれないですね。最近やばいですよ、うん、パッてやりますもん、アプローチもね、パターももうインパクト勝負みたいなね、こう雰囲気でパンとかやってやっちゃうんで、もう見てて面白いです。だから勝負師感が出てる、あ、気持ち入ってるなって、なるほど。気持ち入ってる、え、気持ちとかじゃなくてもう分かんないんですもん、うん、ああそう、分かんないもん、いつも、うん、コメント欄とかパターン上手いなって書いてある時あるんですけど、うん、いや分かんないって言ってますからね、うん、まあいいんじゃない、でも補足もしないし、うんうんうん、なんとなくこうやって見て、うん、パンって打ってるんですけど、うん、怖いですよ、打った後たまたま行ったみたい、うん、だいたいたまたまなんで、うんうん、なんかこれはもうそう、いいかも、そう、だからちょっとまた強烈を知られてる人に少しグリップ自体を変えてみるっていうのは対応策としてはすごくいいと思うんです、うんうんうん、打ち方なんてそうそう変えられないじゃないですか。そうですね、そうだからグリップ変えればそれしか打てなくなるんで、まあ、グリップのクロスハンドでもいいし、クローグリップでもいいし、ブライソン・デシャンボーでもいいし、あ、まあ、アームロック式っていうね、ブライソン・デシャンボーじゃないですね、それは人の名前です、人の名前ですね、人の名前です、アームロック式って
ここにどっちかというとグリップで押し付けて、はい、持って、うん、だから普通のグリップだったらもうこうやってやるだけでもちゃうんですよ ね、うん、ね、そうね、あんまりやりすぎるとロフトがなくなるのちょっと良くないんですけど、うん、まあでも全然変わってくると思います。なるほど、プチ情報すごい。皆さんもあのグリップ一旦ね、なんか変えてみてこうパターやってみるのもありかもしれないですね。はい、これ全結構おすすめですよ。いい、結構おすすめ。だからやっぱりパターパッティング経験なしって言ったらね、うん、ショットほどはね、こうやって打てなきゃいけないってないんですよ、うんうん、ただ入ればいいんですから。だから自分に合うグリップとか構えを見つけて、うん、やっぱりそれを早めに、はい、作っていくっていうのはやっぱりスコアアップに必要じゃないですか、うん、はい、そうですね。マイケルゴルフ TV の方でもレッスンやらせていただいて、していただいてるので、はい、そちらの動画もぜひチェックしてください。とかも飛距離を出したいっていうのやってますので、うん、はい、はい、飛距離大事です、はい、飛距離、もう本当伸びしろ飛距離、うん、飛距離でも、はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。